1964年の東京オリンピックで国内聖火ランナーのスタート地点となった沖縄。平和の願いを込めた人々は、次の東京オリンピックで聖火が東日本大震災の被災地にとって希望の明かりとなることを期待しています。聖火は50年前の9月7日沖縄に降り立ちました。県北部の名護市には当時聖火が立ち寄ったことを示す記念碑や聖火を置いた台が残されています。国内聖火ランナーの第一走者を務めた宮城勇さんは当時の熱狂を振り返ります。あれほど多くの日の丸を見たことは私の人生でもかつてありませんでしたね。聖火の通る沿道は全てその日の丸で埋め尽くされたと言っても過言ではないぐらい日の丸の波でしたね。右手をこう掲げた瞬間、割れるような拍手と万歳の大歓声がですね、連呼となって沸き起こりました。それがやがて地鳴りとなってですね、自分の体に迫ってくるのをしっかり覚えてますね。もう体中が本当に震えていたのを覚えてます。鹿児島への修学旅行にはパスポートが必要。通貨はドル、車は右側通行だった沖縄を走り抜けた聖火は、本土復帰への切実な思いが込められていました。この五輪の聖火が平和を願う命の叫びの炎だと、あるいはこの聖なる日を沖縄の未来を道を照らす道標として迎えたのではないかと考えました。人々が夢を託して日の丸を振った聖火リレーから半世紀。本土復帰は果たしたものの、アメリカ軍の基地は沖縄に残り、事件や事故は絶えません。日の丸に託した、夢や希望が叶えられたとは言い難いと思いますね。日本の米軍基地の7割以上が依然として沖縄に滞在し、この小さな島に集中したままというのはやはり偏っているというふうに思いますが、しかし一方で宮城さんはオリンピックが平和な国づくりのきっかけになったと話します。国民待望の東京五輪はですね、新生日本のこう幕開けとなった大会だったと思います。モノレールも新幹線も登場して、高速道路も開通した。日本中が輝く未来を夢見た年でもあったし、またその大きな短所になったというふうにも思いますね。オリンピックの聖火は56年の時を経て再び東京に戻ってきます。宮城さんは聖火が人々に勇気や希望を与えてほしいと願っています。聖火リレーも子どもたちが参加する唯一のオリンピックに参加する機会でもありますし、それは子どもたちにとっても大きな夢や憧れの対象であるはずなんですよ。震災を受けた東北の子どもたちにそういう機会があればですね、ぜひ参加させてほしいなと、こんなふうに思いますね。